ハドソンです。メイソンとウッズが持ち帰ったメインフレームの分析が終わった。それでペルセウスはドラゴビッチが使った潜伏工作員の名前を探していた。名前を教えてください。アドラーたちに追跡させる。ペルセウスが抹消した。最悪だ。情報が手に入る場所はまだ一つ残っている。ルビャンカビルだ。まさかケジビ本部に。ならなぜペルセウスはヤマンダ。さあな、おそらく無許可で行動しているのだろう。アドラーに知らせます。方法を考えないと。リスクが高すぎる。ベリコフがモスクワに戻ったそうだ。用意はいいな。ベルは俺と来い。ラザーは脱出の準備を。こいつを KGB に連れて行く気か。気でも狂ったのか。メイソンかウッズを待て。メイソンもウッズもいらん。ベルには十分なスキルがある。お前はこの作戦を不必要な危険にさらすつもりなのか。不必要じゃない。全て計算済みだ。分かってるよ。お前がしくじればリストは手に入らない。おしまいだ。お前ならできる。ハドソンは従順な奴らしか信じないんだ。わかった。ああ、引き伸ばし機が来た。ルビャンカビル、モスクワにある KGB の本部だ。潜伏工作員の記録はシェルターにある。地下の各防衛司令号内だ。唯一の出入り口はこの警備されたエレベーターか。正規の資格が必要だ。そこで我らがベリコフにご登場を願う。10年ほど前から KGB 内で我々の情報源を務めている。ベリコフが中に入れてくれるだろう。ヤマンタウの時のようにな。桁違いに危険な計画だぞ。ベリコフはやると思うか。差し迫る核の脅威はあらゆるリスクを招く。あいつも同意しないはずがない。シムス、ベリコフを呼び出してくれ。アロー、ベリコフナトロッツケ。信用したわけじゃない。バンカーに入る手はずは。そいつを聞きたかった。これまではな。今回も何とかしてくれ。バンカーの鍵を手に入れたら地下の入り口で会おう。同志ペリコフ、上の会議室に行ってください。中央委員会からゴルバチョフ書記官がいらしてます。すまないよ、明日まだ。走れ。よろしく。上級大将はまだ来てない。よし、今日はここまでにしよう。ゴールに向かう。同志ベリコフ、かけてくれ。ブレジネフ書記長が高い関心を示されているんだ。新たな安全保障政策にね。 KGB の中にスパイがいる。中央委員会はクラフチェンコ大佐が行う調査の監督官として彼を指名した。初対面だったかな。イムラン・ザカエフだ。どうもゴルバチョフ書記官、私を迎えていただき感謝します。これほどの悲劇はありませんね。国を内側から害されるなんて。同志への信頼は神聖なものです。そのような志を持たない輩がいるようなのだ。同志ベリコフ、警備責任者としてあなたはこのスパイ探しに奔走してかなり疲れ切っているそうじゃないですか。どうなったんです？ベリコフ、私は忍耐強くないんでな。
情けもかけない。スパイが見つかるまでバンカーの警備を強化してくれたまえ。ザカエフ、何か提案はあるかね。立ち入りを制限すべきでしょう。加えて皆さんとの関係を深めたい。あなた方の希望、恐れ、野心を聞きたい。徹底的にやっていいが、大きな混乱は避けてくれよ。ベリコフ、君はどうだ。調査の間、誰にバンカーの検問を任せる。いい考えだ、同志ベリコフ。チャルコフ大将だけがバンカーの鍵を持っているようにしてほしい。君が手配するのか。任せてください。すでに兵士たちのバンカーの鍵は回収を命じました。同志ベリコフ、我々は西側諸国の脅威にさらされている。この共同体や生き方そのものが危機に瀕しているのだ。裏切り者は捕まり、大きな代償を支払うことになるでしょう。ベリコフ、外してくれ。私は見張られている。バンカーの鍵が必要だが、まずカメラを止めなければ。ユーリー、ポーランドに行ったことだ。この建物の中から。さあ、ここは立ち入り禁止だ。見つかれば私の正体がバレてしまう。よし、隠さないと。アドラーのためにバンカーの鍵を入手せねば。残念なことに今はチャルコフだけが持っている。ベリコフ、スパイは見つかったのか。まあいい、不正な通信がさらに見つかったんだ。数時間あればどのコンピューターからのものかわかるだろう。どうし、今にも私の正体がバレてしまう。サーバー室に行けばチャルコフに罪を着せられるだろう。
ベリコフ、スパイは見つかったのか？チャルコフが馬鹿げている。証拠はあるのか？一体どうやって私の目をかいくぐったのか？チャルコフはもうすぐここを通るだろう。現れ次第奴を拘束する。チャルコフだ。チャルコフ大将、いつから母なるロシアを恥ずかしめていた？なんだって？私が誰か知っているよな？もちろんだ。もうメダルは守ってくれませんよ。ポケットの中のものを出してください。大佐、キレも狂ったのか？さあそこに立って腕を横に上げるんだ。本気か？チャルコフが拘束されたら、あいつのバンカーの鍵を奪おう。クラフチェンコ、私を落とし入れようというのか？この騒ぎを聞いた中央委員会の反応が楽しみだ。俺もだよ。ほら、その口を閉じてさっさと部屋に入るんだ。言いたいことがあるなら中で聞いてやる。では地下室に行ってアドラーのチームを入れてやろう。どうし、ザカエフはこの件をお待ちですよ。それともアメリカ人ですか？今日の午後が心配なのをお約束されたというのでしょうか？ただ交換することはできないの？何かご用でしょうか？どうぞ。アドラーたちが検問を通るには制服が必要だ。兵士を2人ほど誘い出すか。ベリコフだ。熱源室に警備をよこしてくれ。大至急だ。無事たどり着いたな。志のためだろう。